ヤッフー YouTube、どうもなわけです。さて、今日もヘアスタイル解説をやらせていただこうと思います。で、今日はですね、はい。前も一度やらせていただいたんですけども、彼ですね、滝沢秀明さんの、長い時ですね、ある程度長くてウルフだったりとか、そういう時のヘアスタイルの、オーダーをいただきましたので、やらせていただこうと思います。はい。で、まずこれからですけど、典型的なウルフスタイルですね。特徴としては前髪の部分がちょっと横がねちょっと長いかなっていうところな感じで、全体的には横とかなんていうのはもう耳3分の1ちょっとかかる程度の長さで、もみあげもちょっと長めに残してありますけど、全部段レイヤーっていうかね、段を全部入れてこう短くしてもらう。で、その短さの段のまま後ろも全部短くしてもらう。全部短くして。で、このボンの窪から下のこの何センチかあるところ、この部分に関してはちょっと長めに残してあげるっていうところが特徴ですね。基本的には。だってここのツンツン出てるところあるんです。この短いところよりも、この襟足のこの部分、ここ出てくるところ、ここだけ長いですよ。ここだけこのボンの窪ぐらいからちょっと長めに残してもらって、スタイルだけ上も短く、段全部この横の短い段から全部短くして、上短くするんだけども、で前髪も眉毛かかんないぐらいの長さにするんだけども、どちらかさっきの場合は写真で逆なんだけど左なんですけども、この左にかかってくるこの部分だけこの段の付け方が違う、ちょっと長めに残してあげる、段を少し長めに残して、段の付け方もそこまで付けすぎない、この部分だけね、量を減らしてちょっと周りのところと調整してあげるっていうのが大事かなと思います。基本的に今日段もついてるけども、全体的に段もつけてるけど量も減らす。ただここに関して、前髪に関しては、段はあまり入れずに量を減らして調節してあげるっていうのがこの髪型の特徴なのかなとは思います。基本的にこれが前髪が短かったら結構女性とかだと結構やりやすいヘアスタイルの、ウルフっぽいような感じではなりますけども、この前髪を長くするっていうのがちょっと特徴。ただ、この前髪の真ん中辺、そう、この辺まで長くしちゃうとちょっともさっとなっちゃう。から、この前髪部分に関してはちょっと短めに切ってもいいんだけども、この横に来るところ、横に来ることのところに関しては、ちょっと長めに残してあげるっていうのが特徴です。長めって言っても多分この、頬の、この笑ったところもね、これぐらいまでだと思います。これ以上長いとちょっと後ろとのバランスも悪くなっちゃうので、その辺は注意してあげるといいのかなと思います。で、この金髪の時なんかも基本的には同じっちゃ同じなんですけども、段がさっきよりも重めにつけてあるかなっていうような感じです。さっきのもツンツン出てるような感じですけど、これはどちらかというと上の部分だけ、段を短く。タッキー、本当に、光一くんは違うかな。タッキーとか特にこう、ジャニーズのヘアスタイルを作った、ベース、キムタクとかもそうですけど、なんかザ・ジャニーズみたいな感じを作ったのは、このタッキーのヘアスタイルが多いのかなと思います。横の辺もね、横はもう耳に多分全部かかる程度だと思います。かかる程度なんだけども、量を減らして、ちょっとすいて、見せて、耳をちょっと見せるような軽く、スタイルにしてるっていうような感じだと思います。で、後ろに関しては段の付け方が横よりもちょっと重めに残して、で長めに残すっていうような感じ。横の段の付け方だ、ちょっと後ろはちょっと重め、横よりもちょっと重めに残してあげる。で、だけど段の付け方だけ、この後ろの部分とこの前から見える部分と後ろの部分に関しては段をたくさん入れてあげて短くね、ツンツン立つぐらいでいいと思います。で、前髪も、目にかかる程度の長さをつけてもらって、そこからちょっとこうラウンドするような形で長めに横は残してあげて、で前髪多分左側かな、まだこれも左側はちょっと長めに残してあげて、頬ラインこの笑ったところの骨あたりまで長めにこう流せるような感じで作ってあげるとバランスはいいんじゃないかなと思いますね。普段使いすると前髪はもうちょっと短くても、一枚目見たく短くてもいいのかな。ちょっと邪魔になっちゃうと、どうしても、こう横にしたりとかしてると、毎回やってると邪魔になっちゃって、ちょっと清潔感も、周りで、こう仕事にもよりますけど、見えなくなっちゃったりも
するんで、その辺を気をつけてあげるといいかな。基本的にはそれ以外は、うん、まあ段の付け方はさっきより重めに残してあげて、量を減らして調整してあげる、うん、でちょっとこの辺だとうねってるような感じ、こうくるっとしてるような感じっていうのはちょっと多分アイロンとかも少し使ってるのかなと思います。ここパーマではないですね、こうブリーチしてるんで、うん、なのでちょっとコテ19とか25とかちょっと短め小さいので巻いてあげるといいのかなとは思います。でこの時、うん、この時なんかはそれがまた伸びてきて、横がちょっと伸びてきてるような感じですね、うん、基本的に長さ的には、あ、なんだろうな、下の長さっていうのは横も結構後ろと同じぐらいの長さ、こう肩につかないかな、肩につかないぐらいの長さでバランス、こう見てみるともう顔がちっちゃいのがよくわかりますよね、さっき、うん、顔がちっちゃいしグッと詰まってるような感じなのがよくわかります。僕がだって肩のバランスでここ来るともう顎ちょっと下ぐらいでしょ、もう全然さっきなんて下なんで結構グッと詰まってるのがわかります。この辺もバランスです。このバランスにしたくて、例えばおもながらさとかだったらもっと長くしなくちゃさっきのバランスになりにくかったりとかしやすいので、もう丸顔だったりとか下の方、丸顔とかの人の方が、あのよりこの肩の長さに合わせることによってバランスは似てくるっていうような感じですね。それに対して全体的に段をぐーっと 5,6 センチぐらい全部つけて、全体的につけた後にここだけまた短くする。本当にさっきは本当によくここを短くすることが多いです、うん、なのでここだけ短くしてあげて、ツンツンワックスとかで立たせるような感じの長さにしてあげるといいかなと思います、うん、で前髪に関してはまたここは、これは全体的に頬よりもちょっと長めだね。リップラインかかるかかかんないかぐらいの長さにしてあげて、横に流して、で中心の部分、中心部分の髪の毛に関しては目にかかる程度の長さだ。ここからここまでのちょっとスライドでこうちょっと甘めに切ってもらうと一番バランスはいいんじゃないかなと思いますね。このバランスの場合は、うん、段をしっかりつけてあげること、うん、ただこの横がさっきよりも長め、ワンレグスベースというかちょっとベース長めで段をつけてあげることによってここが薄くなってくる。要は段をつけると何が起こるかっていうと、こう上で切った、上で切るっていうか上の髪の毛でこう全部短く切ってくると、下に下ろした時にここに来る髪の毛がなくなってくるんですよ。それによって薄くなってくるっていうようなことなので、あの量を減らすことももちろんなんですけども、段をしっかりつけてあげるっていうのが一番大事です、うん、それができないとなかなかこういうヘアスタイルにはなかなか向いてこないというか、なので、でこの時なんかはちょっとまた変わった感じの時のウルフスタイル、ベリーショートでもないですけど、まあ、普通のウルフな感じですけど、襟足が長くて横もちょっと短くして、ちょっとさっぱりした感じのウルフスタイルになりますね。結構長めですけど、うん、まあ、この時なんかも、まあ、横は耳3分の2ぐらい隠れるぐらいかなの長さで、あのバランスよくショートっぽく切ってもらって、で後ろに関してはこことあまりこう つなげてもいいんだけど、つなげても短く段をつけながら切ってもらうんだけども、このボンノクボから下の部分で、こう耳後ろかな、耳後ろぐらいからこうボンノクボ伝わってくる、この下のラインここに関してはちょっと長めに残してあげることによってまたウルフっぽくなりやすい、うん、なのでここのここの横のね、長さ3分の2ぐらいこう隠れてるところから跳ねてるのと、後ろの跳ねをこうバランスよく作ってるっていうような感じがしますね。あんまりこうやりすぎてるウルフではなくて、まあウルフなんだけども、こうちょっと大人びた感じというか、ちょっとこう若さがなくなってきたというか、なくなってきたっていう言い方失礼ですけども、ちょっとこうやんちゃっぽさの若い感じよりかはちょっと大人のウルフスタイルに近いのかなとは思います、うん、でやっぱりここを短く、うん、ここはこうツンツン立てるような短く、うん、この段のここにある段の短さのままここも短くしちゃうと、もうどんどん短くなっちゃう、ちょっとバランスが崩れちゃうので、ここだけ中心部だけ短くして、で前髪はこれに関してはね、この、まあ、中心部分もそうですけど、眉毛にかかるところから目尻ちょっと出るかなって、ちょっと、うん、この時もこうあんまりこう急な前下がりの段のこう流れではなくて、こうナチュラルに流れるような長さにしてるっていうのが一つ特徴かなと思います。うん、難しくはないですね。だからウルフスタイルは結構やっぱ多いんですよ。うん、まあ、さっきにも合ってる。こう、やっぱ丸顔っていうか、こう、面長ではなく、うん、ちょっと卵型だったりとか、そういう感じの人の方がやっぱ似合いやすいヘアスタイルではありますよね。やっぱウルフに関しては。うん、バランスはいろいろとありますけど。
で、この時、ちょっと若い、この時なんかは、まあ、ウルフなんですけども、横。まず横。横に関しては、多分ね、耳3分の2ぐらい隠れるぐらいか、3分の1隠れるぐらい、この真ん中ぐらいになるような感じの長さのショートで短く切ってます。うん。で、けど、もみあげの部分だけはちょっと長めに残してあげるっていうのバランス。で、ショートで段をつけて、1枚目みたいに短く切って。で、後ろもそのまま段をつけて短く切ってっていう感じ。で、ボンのとこから下だけちょっとウルフっぽくちょっと長めに残すのはあまり変わらないんですよ。そう。ただ、前髪の作りが、これだと目尻ぐらいの、目尻と黒目の間ぐらいの髪の毛。ここを、まあ女性でいうアイドルっぽい子って結構こう、横にこうキュッて残してから前髪作ったりするじゃないですか。それを、タキはこう、まあ男性なんでね、前髪をこう目尻ぐらいまでの長さ、この真ん中ぐらいは作るんだけども、この横の長さ、こう女の子で言うとこの触覚っていうところ作るじゃないですか、こう頬とか、それを長めにこうリップラインぐらいまで残してきてるっていうような感じです。そう、この目尻と黒目の間ぐらいの髪ですかな、ここを残す。まあ人によってね、バランス、おでこのバランスとかも違うんで変わってくるんですけど、そこの部分の触覚部分をちょっと長めに残すことによって、この辺短くてウルフなんだけども、ここをちょっと変えてバランスを変えてるっていうのがタッキーのこのヘアスタイルの特徴ではあります。その都度その都度でちょっとした変化だったりとか、残すところ残さないところとかでちょっとした変化を見せてるのが、まあタッキーのこのウルフスタイルの特徴ではあるので、まあ自分の好みに合わせてぜひやってみてください。バイバイ。